グロース・アルメローでは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラ・マイスナー軍に属する市である。グロース・アルメローでは、カッセルの東、マイスナー・カウフンガー、バルト自然公園内のゲルスター川沿いに位置しており、ヒルシュベルク、シュタインベルク、ビルシュタイン、ランゲンベルク、クベーレンベルク、フォーアー、マイスナーといった山並みに囲まれている。かつて独立した自治体であったバイセンバッハ、 トルーベンハウゼン、ユングステローデ、ロンメローデ、ラウデンバフハ、エプテローデがグロースアルメローデの宿となっている。さらにブランズローデ、ファウルバフハ、グート・ギーセンハーゲンも本詞に含まれる。1386年にアマラーディ・ピーバー・ロドマンスロードが文献に記録されている。これがこの町に関する最も古い記録である。1516年からカウフンゲンの森の東部に クライノルミロードという名の別の入植地が記録されている。これに伴ってグロサーミロードという記載が一般的になった。小州ラクグとニーダーガットもニーデラミロードとして記録されている。この村の成立はこの地域で産出した良質の粘土によっている。グロースアルメローデとエプテローデから出土品には1200年頃のルツボが含まれており、 おそらく12世紀にはこの村で陶器作りが行われていたことを裏付けている。ガラス余有用陶製ルツボの発掘は技術用陶器の製造をも間接的に示すものであるが1503年からこれが行われていたことを証明されている。レンガ作りは1600年頃に初めて記録されている。これ以前、特に15世紀半ばから16世紀初め、カウフンゲンの森、 ファーレンバッハ川沿いや、ニーステ川の谷のバルトグラスヒュッテで製造された、ガラス製品は1446年以降アムとカッセルのイシュタットに属す、村の重要な収入源であった。1525年、ガラス工のツンフトシュペッサルト分とが廃止された後、ガラス工は1537年に、ヘッセンガラス工連盟を発足させ、その本部所在地に、アルマンローデが選ばれた。 木材不足や他のガラス生産地での新技術開発により北ヘッセンのガラス生産は16世紀末には衰退し別の道を模索することになった。その結果いくつかのバリエーションを持つ現在の粘土層が発見された。この粘土は高品質に分類された。中程度の品質の粘土は土管、屋根瓦、レンガに使われた。この粘土はミネラルジを、 アルカリ液、ウルトラマリン染料、炭酸ナトリウムを生産するための原料としても用いられた。この他の採算性の高い遺出品としては、妙版や葛丹があった。ヒルシュベルクでのバンドの採取は1573年に始まり、その後すぐ近くで、後に露天掘りによる葛丹採掘が始まった。最初の教会は16世紀の初めに、 高シック様式で建設された。塔と内人が現存している。現在の囲い壁にも最初の教会堂の資材が転用されている。被災館は1539年に記録されている。ビッケンローデトエプテローデは16世紀にグロースアルメローデの支部教会となった。この集落は、ヘッセンカッセルホウハクフリードリヒ2世によって1775年に、 住民の努力の報酬として、年4回の市の開催とアムトカッセルノイュタットからの独立したポジションの特権を伴う都市権を授けられた。1807年にこの町は、世俗上、カウフンゲンオホーリの所属となったが、この体制は1817年に終焉し、その後1821年まで固有のアムトを形成していた。このアムトは、 リュッケローで大官僚といくつかの村を包含していた。1821年からは、ビッツェンハウゼン軍、1974年からは、ベラマイスナー軍に所属したが、裁判所所在地であり続けた。当時規制産地としての時代は1926年に終わった。年度の産出は19世紀前半にはすでに途絶えており、活炭採掘も2002年に終了した。 グロースアルメローデ地区とトルーベンハウゼン地区及びバイセンバフハ地区は現在州で有名な保養地である。粘土は現在もわずかな量ながら採掘されており、耐火性セラミック製の日地製品に加工され、エプテローデ地区では茶庫の製造もなされている。1892年から1893年に牧師のカール・ホルツアプフェルの下、カッセル及び グロース・アル・メローデから拡大した新聖運動は1907年にキリスト教福音主義改革運動の宗教的、広告と威厳を伴う集会につながった。この熱狂的宗教運動を否定する動きがペンテコステ運動を含む福音主義改革運動に対する批判へとつながっている。1895年にグロース・アル・メローデでエドアルト・グラーフ・ピュックラーの指導家で キリスト教学生連盟が結成された。グロース・アルメローデの市議会は31議席からなる。グロース・アルメローデの市長は2000年からアンドレアス・ニッケルが務めている。文章には3つのルツボとその傍らに粘土製の飾り玉アラーンが描かれている。グロース・アルメローデはハーナウからグロース・アルメローデを経由してブレーメンに至るドイツメルヘン街道沿いに位置している。 グロース・アルメローでの景観、グロース・アルメローでは、スポーツの点では、カウ・フンゲンの森を横断する全長 58km のマウンテンバイクコースで知られている。毎年このコースでは、ビルシュタインバイクマラソンが開催されている。シュバルゼンベルクには、4面のテニスコートを有する TC、グロース・アルメローでのテニス場がある。さらに、ドゥツンゲマインで1863グロース・アルメローで、 EV や FC グロスアルメローデ1920が活動している。中核宿とエプテローデの間にはメンナーシュピールプラッツがあり、多彩な種目のスポーツが楽しまれている。中核宿を連邦道 B451 号線が通っており、ヘルザ近郊を連邦道 B7 号線とビッツェンハウゼン付近で連邦道 B27 号線と合流する。かつては、 グロース・アルメローデ東駅からアイヒエンベル区域のグロース・アルメローデ西駅からバルブル区域の鉄道路線があったが現在では廃止されている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。